入観に気をつけろ、X の法則。 X の法則ってあなた詳しいもんね。この前ね、ここでね、うん、あの土を掘っていったらね、地球の中、明るいんだって言うんでね、あの津田さんもびっくりしたけど、あれびっくりした人多いんだから、多かったびっくりした、ね、知らなかったですよ、ね、この年になって新たな発見ってないよ、なかなか。まだまだ、まだまだ掘りどころがね。さらに掘っていくとさ、あの鉄がサラサラと流れてて、キラキラ光ってると、はい、あれね、皆さんね、お、自分 の、 あ の、 土あの足の下はああだったのか、はい、しかし年寄りって物事よく知ってるよね本当にそうそう、まあとにかくね、この僕小さい机でね、あの勉強するのが好きでね、今でも小さい机でこのくらいの机なんだけど、そうなんですよ、そうなんですよ、でそこでね、こうね、寺子屋みたいな、もう血湧き肉踊っちゃうこれでもうだいたい気温が分かんなくなっちゃって、もう気がついたらね、裸同然で寒かったりね、するんですけど、どんなお姿で勉強されてるんですかで今日は先入観に気をつけろ、これはあの、まあ、あのコロナもありましたんでね、科学的なものの見方っていうのは時々やってるんですよ、はい、だからあのこのサイエンスでは事実そのものね、例えば地球を掘っていったら光ってるとか、そういう科学的事実と、はい、それ科学はものをどう考えるかっていうのとね、こうだいたい交互にやってるんですけど、今日はそれ、そっちの方ですね。はい、どうぞ。あのね、ご飯を食べると糖尿病になるっていう話があるんですよ、うん、あるでしょ、はい、あるでしょ、そうでしょ、違うっていうかね、ここが面白いところでね、あのこの1950年頃はね、ここ1955年のデータですけども、米が1日あの1人当たり120キロ食べてた、うん、米をね、で現在はその 4分、あの4割ぐらいで、まあ、54キロしか食べてない、ね、あの米の量は、あのこう減っていってる、あ僕もそうで、昔は以前、年間ですよ、1日でこんな食うわけねえだろうだから昔はさ、おかわりって必ずやってたけど、最近はね、ご飯1個だったり、その1個はさらにこう少し少なかったりするでしょ、ね、なのに、糖尿病は23万人から今730万人と、これちょっと少なめなんですよ、うん、1000万人っていうのもあるし、2000万人つまって糖尿病の患者の数え方難しいもんですから、うん、一応一番内輪でね、730万人どうしてこんなこと起こるのと、うん、だって米これだけ減って、うん、ね、うん、そして糖尿病がさ、もう 何十倍になると、20倍とか30倍になるっておかしいでしょ、ね、これをね、あの、X の法則なんですよ、はい、っていうのは、科学っていうのはですね、自分の思ったものと逆になることがよくあるってことですね、はい、で現在ではこれについてはどういうふうな学説がいっぱいあるかっていうと、うん、まあ自動車が普及したから、うん、運動しなくなったんだ、あ、なるほどね、それが一つ、うん、それからもう一つは、実は本当は米じゃなかったんだと、例えば例えば食後に食べるデザートなんていうのは昔はなかったんだけど、昔はご飯の一番最後はお香のもの、つまりぬか漬けを食べて、はい、それで3時とか10時とか少し経ってから、あの饅頭食ったりする、そうすると、まあ、その血糖値が落ちてからだから、インシュリンにあまり影響ないとかね、それからインシュリンが血糖値を落とすというふうに言われてたけど、実は筋肉なんかから、まあ、AMP リパーゼとかな、そういうものが出て、そしてそれがあの血糖を下げるだとか、いろいろそういう研究も行われてて、そのまあ事情はあるんだけども、ご飯を減らしても糖尿病は減らないってことなんですよ、簡単に言えば。これね、ここでごまかされるのはね、自動車が普及したとかなんかそういうのあるんだけど、まあ自動車が普及したせいじゃないと思いますけどね、これは。まあもちろんご飯を減らしても糖尿病は減らない、だけど一旦人間っていうのはご飯を減らしたら糖尿病が減るというふうに、こうなったらこうなると、ご飯を減らせば糖尿病は防止できるというのが頭に入ると、それ先入観なんだね、すり込まれてしまう。そう、現実はこう増えても、そうすると何が起こるかって言ったら、ね、別の理由を探し始めるんですよ。自分が最初に思ったことは変えないで、あ、なるほど、そこが大事なんだ。そこが大事なんですよ。で科学者はそこで最初に考えてたことも捨てるのが普通です、あ、そうなんですか、科学者は。そうなんです、はい、次お願いします。温暖化すると降雨量が増えると、これもそうなんですが、これは130年間のデータをその気象庁が出してるわけですね。これでね、
気温偏差値はマイナス 0.7 度から0度まで上がってる、ね、あの温暖化してる。これ気温偏差って何ですか。あ、全部ね、あのね、偏差って平年値を30年取って、そこからの差を取るんですよ。あ、あの気象は全部そうなんで、偏差を取らざるを得ないんです。まあ、あの気温と言ってもいいんですよ。平均気温からのズレと考えてもいいんですけど、まあ、暖かくなってる。ところが降水量偏差、こっちも偏差なんだけど、まあ、降水量としてもいいんだけども、プラス150ミリからマイナス50ミリに下がってる。そうするとね、みんな温暖化したら、雨が激しくなると思うでしょ、はいはいはい、で皆さんそう言ってますよ、テレビなんかで、うん、どうもそう思ってる。あ、そうでしょ、ところがこれ気象庁のデータだからね、はい、気象庁のデータを整理するとこうなってるわけだ。でこれはね、あの当たり前のこと、こっちは当たり前のことで、あのまず第一に気温が上がっても水温は上がるかどうかは別なんだよ。はあ、あの風呂は、風呂場を温めるときは水を温めたら空気は温まる。風呂場の空気を温めて風呂に入るって人いない。ね、なぜかというと、うん、あの水と空気では熱容量が1000倍も違うから、全く関係ないんですよ。だから地球が温暖化してるって今言ってるけど、地球が温暖化してなくて、空気が温暖化してる。これは空気が温暖化してる。こっちは水の温度に依存する。だから関係ないことなんですよ、本当は。だけど皆さんはそう思う。だからついついね、ところがもう一個あって、次お願いします。あ、入ったかな、図が入ってるかな、ちょっと次ね、出ますか。あ、これはあの日本近海の最近のね、2020年の8月の8日の、まあ、あの海水温なんですけど、海水温の平均が本当は上がらないよ。空気があったかいだけだから海水温の平均とは別なんですが、海水温は海流の動きによってほとんど決まるんで、現在は日本の近海は温度が高いんです。ところがロサンゼルス沖なんかすごく低いんで、あのそれは流れで生じるやつですね。こういうやつがあるので、気象空気の温度とは関係ないんですが、それ日本の中近海があの気温水温が高いと言っても、あの朝鮮の方が低いわけですね、この時。だから風がこっちから吹けば、全然あの雨は減っちゃうし、こっちから吹いてれば雨がぐんと増えてくるということで、まあ要因がいっぱいあるわけですよ。ところがあのみんなそれ間違っちゃって、そうすると東南海から降ってきて九州に来るときに、ここの水温がどうかによって決まるんだけど、だから全体の温暖化とはまあ基本的には関係ない。ところがそういう説明をして予算取りをしようって、さっきの話だけど、はい、そういうふうにやると僕ら間違っちゃうわけですね。次お願いします。これがね、オックスフォード大学のデータですよ。今年にかけて、もうコロナ、そう、都市封鎖の弱い国、日本これなんだけど、強い国、どん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 都市封鎖をすると、コロナの死者が減ると思うと、これは上限を取ってるんだけど、逆の相関になったっていうのがオックスフォード大学の、この前発表になったやつですね。ですから人間というのはコロナが流行ると、そうするとみんなが自粛したり都市封鎖したら感染が減るんじゃないかというふうに頭で思うでしょ、だからそれは先入観だよね。だけども実際にどうだったかっていうね、これね、さっきの気象庁と似てるんだけどね、もう今日本ね、こういう研究発表で禁止されてるんですよ。だってね、こんな研究発表したらね、研究来なくなっちゃうんですよ。だって政府方針と違うから、お前は政府が自粛を命令してるのに、それに反するデータを出すのかと、いやこれで実際だから、だけど中国と似てるでしょ。中国のことを我々いつも文句言うのは、どうやって文句言ってるかっていうと、事実を発表しないとか、同じじゃないですか。まあ、中国と違うのは、先生がこうおっしゃっても先生は逮捕されないぐらいの違いですかね。あ、そっかそっか、中国もう死刑だね。死刑そこまで行くかどうかはともかくとしてだから日本ではこれもう言うのは危ないんですね。はい、次お願いします。これはね、恋の X の法則ね、これはね、あの恋だっていうのは東大の赤川先生がものすごく数年前にね、これはこういうことだったんですよ。内閣府共同参男女共同参画室がですね、女性を働かせようとしたわけだ。あ、出生率に関する。そう、それで横軸が女性労働力率、つまり女性の就労率、つまり仕事に就いている女性が増えれば、はい、子供は生まれるかっていうグラフなんですよ。あ、ね、そしてこの線を出したんだ、黒い線を、ね、これが内閣府共同参画室の線なんだよ、ね、で
女性が労働仕事をしても子供は増えますと、女性が労働した方が子供が増えますというグラフを出したのね、はい、見えた見たこれ見ましたしたらさ、見たでしょ、したら東大の赤川の社会学の人がカッときちゃって、それで冗談じゃないよと、はい、ね、これは点を一部省いてて、それで本当は赤い線なんだと、やっぱりまともに考えたのと同じで女性が労働すれば子供は減ると、うん、あ、こういうやつはね、結構あるんですよ。だからね、ま、全く反対のね、うん、ことを国民に騙すってことはできるわけ、うんうん、この後この赤川先生がどのくらいの研究費もらったか調べたいもんなんだけどさ僕の経験なら、僕だったらこういうのだったらボカッと減っちゃうんですよ。でもこれって明らかに嘘をついてるってことです、内閣府は。そうです、間違ったことを言って、そうです、間違った方向に国を導こうとしてるってことですよね。つまり男女共同参画室がの都合のいいようにデータを細工するって、ひどいね、これは。ひどいでしょ、うん、でこれは糖尿病と米だったらさ、ね、なんかまあ笑って許せるかなみたいなとこあるけどこれはちょっとひどいね。そうだから糖尿病の人はあれ笑って許せないあ、そうですか、すいません、糖尿病の人ごめんなさいね、はい、それから次お願い、あ、これだから恋の X ね、つまりもうその作戦が後ろにあってデータの取り方とかそうじゃなくて、恋の X ですよ、なんかアイドルの歌かと思っちゃってる次最後かな、あ、これがまたほら、これは科学が社会に負けた場合、あの男性の喫煙率が85から35に減ってんのに、肺がんの死亡者は2000人ぐらいからもう5万人ぐらいになっちゃったと、はい、ね、これでね、反論が来るからね、ちょっと押さえとくとね、これ年齢補正してないからって言ってくるんですよ、うん、実はね、年齢補正したやつはここは少し曲がってんだけど、肺がんばかりじゃなくて、どのがんもこうやってんの、がんがほら、あのやっぱりロートルになって、うん、あの死ぬ人が増えるから、うん、あのだけど肺がんだけがこう曲がんだったら、うん、肺がんだけが曲がってんだったら、喫煙者が下がってたからって言えるけど、全、がんがこうなってますから、ですからね、これもね、あのタバコを吸うのをね、タバコを吸うなっていう人はね、はい、多分性格が暗いか、もしくはなんか人生に恵まれないかなんかなんだ。僕ね、タバコの煙大嫌いなのはね、僕ね、咳が出やすいんですよ、昔から、はい、だからもう咳が出やすいもんだから、うん、タバコの煙困るんですよ、特にね、あの僕はだけど個人の自由を尊重するから、うん、タバコ吸ってる人に吸ってもらいたいんだよ、ね、まさにここにアイアンの方がいらっしゃる、そうこの番組始まる前に、吸ってきたわって言うんだよ、そうなんだよで、ね、優しいですね、先生、あのね、いや優しいかね、僕はね、思想的にね、人の自由をこうやるのが嫌いなんだよ。別にね、肺がんになったって須田さんが死ぬだけだから、まあ、そうだね、だけだからってそりゃそうだ、そりゃそうだ、ね、だけど僕が一番いけないのは、あ、困るのはね、新幹線のでもね、昔タバコ吸ったでしょ、そうね、タバコを隣で吸うとね、隣というかちょっと向こうで吸うとね、僕咳入れちゃう、そうね、相手がすいませんってやめるんだ、そのやめさせないために、あの咳を我慢するのが大変なんだ。あ、優しいね、普通はお前やめろって俺が過ぎてるんだからだこの野郎みたいな、ね、もうね、我慢するのにね、お茶飲んだらなんかでね、随分努力なさって努力してさ、だけどやっぱりね、あの禁止するよりかね、あのみんなの自由を認めてるのがどんなに明るい社会になるかってことです、タバコいいですよ、別にね、塩辛食おうが、ケーキ食おうが、太ろうが、いや、思考の集中もね、あ、それでね、あのね、あの副流煙、あんなのは嘘だからね、あの副流煙が嘘だったから、僕はすぐ理論でもちゃんと実験でもちゃんとね、示しますので、はい、あ、一平ちゃんがよくやってるアヘンとかはどうですか。ああ、一平ちゃんのアヘンも、一平ちゃんはいいかもしれない、だっていいかもしれないじゃないですよ先生。あ、そう。アヘンって古すぎますよ。アヘンってもうなんでも。だってあれもね、社会の変化によって変わりますからね。まあいいや。そこで、まとめね。まとめ。あ、つまりね、世の中にはいくらでも、X の法則あるってこと、分かりました？分かりました。わざとの場合もあるし、社会に負ける場合もあるし、もともと錯覚してる場合もある。ね。ほとんど科学ってそうなんですよ。でね、実はね、はい、必ず人間はあるものをこうしたら、多分結果はこうなるだろうっていうのがね、これつもり、これ先入観なんですね、実は先入観なんですよ、みんな先入観と思ってないんですよ、正しいと思ってるんだけど、我々が正しいと思うことは今までの自分の知識からこうだと思うことだから、はい、まさに先入観なんですよ、だから
年封鎖したら減るだろうとか、ね、タバコを減らしたらがんが減るだろうとか、そうだね、あのお米を減らしたら糖尿病が減るだろうっていうのはね、これ全部つもりなんですよ、でつもりがかなほとんどの場合こうなるわけ、あのその減らしたから増えちゃったと、ところがさ、あの人間っていうのは至らないんだよね、だからあ、しまった私間違えましたっていやいいのにさ、もがいて、なんかあの年齢補正したらこうだとか、ね、それはみんながあのせっかく年封鎖したのにマスクしてなかったとか、マスクも分からしくてね、なんか布の手製っていうのあるでしょ、布の手製の枕マスクっていうのは平均の穴が100ミクロンなんだって、だウイルス 0.1 ミクロンだからね、1000倍の穴開いてるんですよ、あれ見たらね僕やらないと思うよ、あの僕らがもっとちっちゃくてね、ウイルスがこのくらいに見えたらね、このくらいのウイルスに対してさ、マスクの穴こんなになってる、はい、それやってね、あなた何してんのって、いやウイルス防止それ何やってんのあの蚊に刺されるのが嫌いなね主婦がね、あのその位置に行くとね、あのちょっと網戸閉めていいですかって、なんで網戸閉めるんですかって、私蚊に刺されるのが嫌なんです、網戸こう閉めたらね、その網戸の穴がこんなにでかいと、そんなような状態なんですよ、だから人間っていうのは本当にこうね、自分がこうしたらこうなるんだってやつが、こうなる X の法則、つまりね、科学はなぜ実験したりするか、なぜあのあれ紫式部が分かんなかったことが今分かるかっつったら、常にこれがこうなった時に、あ、自分の考えが違ってたと思う人が研究成功する、変なヘリクスつける人は成功しないんで、ね、これは自分のつもり、ね、こうやったらタバコを減ったら肺がんが減るだろうとか、ご飯を減らしたら糖尿病が減るだろうと、こう思うけど、実際は逆だった時に、あ、なるほどそうだったのか、って思う人と癖があって、あのこれは別の原因だ、自動車だとかね、別の理由を探す人と二通り、だけど研究に成功する人とか科学のあれが成功する人は全部、僕なんかも、もう全然ね、あ、そかそか間違ったなってこう思うわけですよ、つもりをかなぐり捨てられる人はやっぱりそうなんです、科学の精神なんです、やっぱり質問、はい、私のような凡人は、ついついその先入観に引きずられてしまうんですけども、そうしないようにするためにどうしたらいいんですか、まあもう死んだ本当にだから結論が請求ですよ、じゃあそれはお釈迦様も何も言ってるように、人間っていうのはほとんど何も分かってないんだっていうことを、よく分かることです、なるほど、例えば僕はいつも言うのはね、学生なんかに言うのは紫式部に、ね、飛行機を飛んでるのを見せる、そして紫式部に あれ飛んでるやつあれ何ですかと聞くとね、紫式部は、天狗だって言うんですよ、つまりなんで飛行機って言わないかっていうと、飛行機ない時代に飛行機分からないんですよ、はい、でね、じゃあね、そうするとね、次が面白いんですよ、ほとんどの人はね、理由を今度聞き出すわけ、自分が今まで考えてたこと違うことが行われるのを見ると、理由を知りたくなっちゃう、それがね、UFO がね、UFO はいくらでも観測されてるのにね、まだ UFO はなんおかしいな、 UFO ってなんであんなもんだからなんで飛んでんですかって、それが分かったら UFO は自分が作れるんですよ、はい、ね、で、なるほど、そう、で我々が知ってることはこの自然界なら自然界の本当このくらいしか知らないの、あと全部知らない、全部知らないということが分かってないの、でね、人間が死後に魂がありますかって僕に聞くわけで、あるんじゃないですかっていうの僕がね、だって墓場にふわんと出たりいろいろあるから、その夢やおばあちゃんでいろいろあるから事実はあるんですよ、で、あ、それあるんじゃないですかって言ったらね、その人ほとんどの人はね、だって先生肉体がなくなったからってこういうの言うわけだ、ところがね、僕がその魂が死後の魂があるんじゃないですかっていう理由はね、科学っていうのは自分でそれがちゃんと合理的に否定できなきゃいけないんですよ、ところが人間の死後に魂があるってことを僕は科学的にきちっと反論っていうか証明できないわけ、まだ証明できない、UFO がいないんじゃないかっていうのは今の知識、だけど
私が UFO がいないっていうことを言うためには、うん、UFO がいないということを証明せんといかん、うん、光よりか速いものがないって光よりか速いものでいくらでもあるから、うん、ね、うん、そんなアインシュタインですら、あ、俺間違ったかな、光よりか速いものあったかなって死ぬ寸前言ってんだから、うん、ね、うん、で観測もされてるし、うん、だから私たちの力は、僕ら紫式部なんですよ、テレビもしない、スマホも知らない、飛行機も知らない、それで物事を見てるわけだから、ね、だからもう僕が見てるのはこれも全部幻ですよ、うん、深いね、ということで、皆さんの生活も役立つかもしれませんし、この原理がよーく分かったらね、株価なんかでも全部成功します。そうなの？だって私はこうだから株が下がるなんてのは反対になることいくらでもあるんだ。 あるね、あるあるんだ。それはね、必ずだからね、その自分が考えてるのは自分の先入観、自分の今の知識の中だけで正しいと思ってるんだっていうことがね、とことん分かるとね、それは世の中成功しますよ。やっぱ科学根本は徹底的に謙虚って、そう、謙虚ですね、健全な距離感を、やっぱり僕謙虚なんですよ。もうあ、これ話さないということでした。根本精神が、だから世の中の事象は基本的には X になる、はい、X になる、なぜ X になるかというと、うん、我々の知識が非常に小さいので、はい、先入観でこうやったらこうなるだろう、ね、こうなったらこうなるだろうっていうほとんどは間違うわけです。まあ、仕方ない、それは、うん、それを少しずつ前進はしますけどね、はい、はい、はい、ということでした。ありがとうございました。今回の虎ノ門サイエンスは先入観に気をつけろ、勉強になったわ、法則と題してお伝えいたしました。ありがとうございました。ここでちょっと、お知らせですが、9時10分ごろ、福井県などで、嶺北、福井県嶺北などで最大震度5弱の地震が発生したそうです。今後の情報にご注意ください。はい、お伝えいたしました。さあ、まあ、地震もね、震度4ぐらいだったらね、はい、言わない方がいいね。そうですか。だって震度4で、まあ、死なないようにちゃんと社会を作っとかないとね。今のところは震度今5だという。5、だいたいね、震度4以上って日本ではね、1年に4000回以上あるんですから。そんなになりますかね。1年に1日に12回ぐらいあるんです。だから、さあ、ニュースでは後半ですけれども、先生、どの話題から参りますか。あ、はい、もちろんあれ、フランス大統領、フランスこちら、そうそうそう、分かりました。こちらにではちょっと海外のね、話題に飛びましょう。フランス大統領マクロン氏、冒涜する自由を擁護、ムハンマド風刺が再掲載でとありますが、続けて、後半深入りまいりましょう。共同通信によりますと、フランスのマクロン大統領は1日、2日付の風刺週刊誌シャルリエブドがかつてイスラム教徒の反発を招き、2015年の同市本社襲撃テロ事件のきっかけとなったイスラム教の預言者ムハンマドの風刺画を再び掲載したことをめぐり、フランスには冒涜する自由があると表明しました。訪問先のレバノンベイルートで記者会見したマクロン氏は、報道の自由があり、大統領は編集の決定に判断を下さないとした上で SNS を例に挙げ、表現の自由には憎悪を唱えないようにする義務もあるが、風刺は憎悪ではないと述べたということですと。